二宮和也、聖司は失った記憶を取り戻すための助言を受けるワンデー第3話あらすじ。5人グループ、嵐の二宮和也、俳優の中谷美紀、大沢たかおがトリプル主演するフジテレビ系、月9ドラマ、ワンデー、聖夜のから騒ぎ、毎週月曜午後9時。第3話、23日放送、のあらすじ、場面写真が公開された。今作はクリスマスイブという、たった1日、の出来事を1クールかけて書く壮大なエンターテインメント作品。全く関わりを持たない3人の男女の物語が同時並行で進行し、次第に運命の交錯へと導かれていく。第3話あらすじ。殺人事件の容疑者となった記憶喪失の男、勝呂寺誠司、二宮は、事件現場にいる時に、逃げろ、と電話してきた男が、警視庁組織犯罪対策部の管理官、三谷万作、江口洋介、であることに気づく。ある場所で三谷と会う約束をする誠司。横浜テレビの報道キャスター、倉内貴京、中谷は、殺人事件ではなく、クリスマス特集を放送するよう命じられるが、新人記者の立葵佐子、福本莉子、と密かに事件の放送準備を進めていた。容疑者が大学時代の知人であることをつかんだ貴京は、恩師を訪ね、大学を中退したその人物、天気雄太が住んでいたマンションの住所を手に入れる。老舗レストラン、葵亭のシェフ立葵時を、大沢たかおは、店の命とも言えるデミグラスソースを失った状態でどうやってクリスマスディナーの営業を行うか頭を悩ませていた。すると、アルバイトの細野はじめ、井野脇会が、デミグラスソースを使うメニューを客に頼ませなければいいのでは、と言い出す。ギャルソンのジャノメ菊蔵、栗原秀夫、ならそれができる、というのだ。聖司は、アネモネの二代目ボス、笛花水木、中川大志、と共に診療所を訪れる。聖司を知る医師は、彼の並外れた記憶力が健在であることを確認し、記憶を取り戻すには、思い出になるだけ多く触れることだと助言する。一方、貴京は、現在は更地になっていた天気のマンションで、過去にある事件があったことを知るが、